目覚めていますか？こちらがあなた方に目覚めとはを示す方法。九次元アクトゥリアン評議会。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。私たちはいつも自らの霊的精神性を持つ進化の促進に取り組むために、あなた方が地球上で次に何をするのかを楽しみにしています。もちろん皆さん個々人の旅があり、人類の集合体としての旅もあるということです。個人的には影響していないように見えるような世界や、他の国や他の場所で起こっていることを目にしたとき、そうした物事、事象が人間の集合意識に影響を与えていることから、皆さんにも影響を与えているということを、腑に落とす理解をしておいてください。自らが愛を放射するために、助けるために、癒す、ヒーリングするために、地上に転生してきたことを認識したなら、どこで何が起こっているかを知ることから、自らの愛とヒーリングのエネルギーを適切な方向へと向かわせることが可能になります。例えば、新たな戦争が勃発したなら、平和についてもっと瞑想する必要があることを皆さんはご存知でしょう。自分の人生に目を向けて、その人生の中で何が起こっているのか、あるいは起こってほしいことが起こっていないのか、これについては自分が何を必要としているのか、自分から何を必要とされているのか、自分の気づきのレベルをより深くするための方法でもあります。あなた方の人生の中で出会う厄介な行動をとっている人々がいるというのは、そういった人々にもっと愛を送る必要があることをあなた方は理解していることでしょう。そういった人々は未処理の感情や未解決のトラウマを抱えて行動しています。そのように考えると、その場面にて必要なものを提供するよう皆さんは求められていることがわかるでしょう。そうでなければ、彼らは皆さんの人生には存在しないか、皆さんの前で幸せに暮らしているはずでしょう。あなた方の人生の中で他者や全人類のお世話役をするのは難しいことですが、目覚めているあなた方はより大きく役立つ機会を常に探し求めていることも私たちには分かっています。例えば、皆さんがより大きく役立つ取り組みをするということは、クジラを救うための財団を設立するというようなことではありません。人々の啓発や公用を目的とした国際的な講演ツアーに出かけるというようなことでもありません。自分の世界と個人的な生活の中で何が起きているかを見渡せば、望んでいたように必要とされているところに居合わせて愛を放射し、ヒーリングと平和を必要な場所に送り届けたいと思えるあらゆる機会を見出すことができるでしょう。繰り返しますが、それは難しい要求のように思えるものの、もしあなた方がそうすることを受け入れなければ、このような時期にあなた方は地球上に転生する選択を
していなかったでしょうし、そしてあなた方は大多数の人々より先に目覚めることもなかったでしょう。仲間の人間に示す優しさ、愛、思いやりの大きさが皆さんの目覚め具合を決めるのです。目覚めているかどうかは、皆さんが頭脳で知識として知っていることに関するものではないのです。政府や陰謀カバール団体に実際に何が起こっているかについての内部情報を得ることでもないのです。今地球上に存在するあらゆる闇なるものを前に対峙して、光として存在することが目覚めているということになるのです。そして自分が感じていることと自分が感じていることに関して何の取り組みをしていくのかということを言われているのです。それゆえに、もっと時間をかけて自分の気持ちや自分の周りの世界で必要とされているものに意識の焦点を合わせて集中することをお勧めします。そうすることが自分自身を本当の愛と光の存在として知る最善な方法となるでしょう。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれたことを楽しんでいます。いかがだったでしょうか。少し前のことになりますが、ゲートキーパーのリック・ジュエルさんのツイッターでのメッセージをご紹介しますね。11月1日と2日にガイア・タラの磁場に愛のエネルギーを固定した結果、磁場に亀裂が入り、11月2日の夜空に愛のピンクのオーロラが撮影されました。これは、あなた、私たちが共に神に要求されることを行い、地球に大きな良い変化をもたらすために働く、皆さんのパワフルな神聖な働きの確認です。愛と光と感謝をすべての人に。フェムケ・シューケ&リック・ジュエル。いかがだったでしょうか。今回のメッセージが気に入っていただけたら、コメントで教えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。あなたの日々が幸せでありますように。幸せの法則でした。